全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。あなたは子供の頃、素直に喜びを表現する子供でしたか？ちなみに私はちょっとしたことでもすぐに喜ぶちょろい子供でした。それはさておき、楽しい経験をしてもあまり喜ばない子供はうつ病の可能性があるという研究が発表されました。発表したのはワシントン大学の医学大学院で、うつ病だと判断された子供は健康的な子供に比べて報酬に対する喜びが少ないということが脳波測定により分かったそうです。もし自分の子供が楽しいことをしても喜びを表現できなかったら、ちょっと注意した方がいいかもしれませんね。子供の話で思い出したんですが、私たち全国障害年金パートナーズには全国からうつ病の人から相談があるのですが、自分の子供が苦手という人が多いです。子供の大声や甲高い声が耐えられない、自分勝手で思うように動いてくれない、子育てに対する意欲が湧かない、こんな声を時折聞きます。子育ての悩みを相談されたこともあります。ただうつ病の人にとって子供の存在がストレスになることがあるのは事実です。自分がうつ病で心に余裕がない状態ですので、おおらかな気持ちで子供を見ることができません。どうしても子供がストレスになるのなら、ヘッドホンをして音を遮断し、子供と距離をとってみるのも良いでしょう。子育てできないことがあってもいいのです。配偶者や親族に援助を頼みましょう。体調が良い時にその分の愛情を注げばいいのです。あまり子育てで自分を追い詰めないようにしてくださいね。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。